はいどうも、シュンテミです。ひろみです。お願いします。お願いします。というわけですね、はい、北海道旅行の話をしたいですよ。はい。そう。で、3日目は、はい、函館から、うん、札幌に車で移動しようっていう観光がてらしようっていうので、まあはい、なんか特急かなんかであるんですよ。3時間ぐらいかかるんですよ。カムイかな、電車で、ね、そう。それじゃあちょっとなんかつまんないなってことだし、キャリーもあったからみんな1個ずつ、うん、そのままじゃあ乗り捨てで、はい、レンタカーそのまま札幌に乗り捨てのやつで行こうって、はいはいはい、車で行ったんですけどね、うん、で車で函館から札幌ってめちゃこ上行くか下行くかだよね。そう、一番下にいるから上にグーッと行ってそうこうなってるところをうまーくこう通ったんですけど、はい、まあ、馬ということで、あの馬の多分競馬場だかなんかがあるんかちょっと分かんないんだけど、馬を見つけてしまいました。牧場にたまにいる馬とかじゃなくて、じゃなくて、あの岩見沢っていうサービスエリアかな、うん、パーキングがなんかあるんですけど、そこの横にあの馬いたんですよ。多分映ってかな。そういうことか。こういうガチモノ馬かと思ったら、ガチモノ馬じゃなくて、なんかその銅像的な馬、はい、一応なんかそういう競馬場があったこう聖地なのか分かんないけど、でいたんですよ。でいつもあの、まあ、競馬そんなできないですけど僕は、はい、やってるやつがまあ司っているんですけど、はい、彼が、まあ、結構やるんで馬の話は結構聞くんですけど、まあ、ちょうど今来ましたね。レースのなんか予想してますね彼はね今ね。でこういうなんかこう森もあったんですよ、うん、森もあるんで森のとこにこうやって子連れのまあこういうね、はい、あのなんか銅像みたいな、まあ話変わるけど司さまで負けるとなんだよってこう落ち込むね。こうやって落ち込むんですよ。落ち込む時のこのなんだよって顔が俺は好きなんですよ。あいつの顔見るのがイコール負けてる時のあいつの顔見るのが好きなんです。だから記念だからっつって俺もこういうあの負け顔してなんだよっていう北海道でやることじゃねえんだよな顔してまあ行きましたと。まあ非常に楽しかったですよという感じで、非常にあの楽しいその移動感だったんですよね、はい、その向かってる最中もそう地図的にはあここ知ってるっていうな知ってる名前がいっぱいあったんですよ、うん、もうなんか札幌に近づけば近づくほど千歳って書いてある、はい、なんつうインターっていうのもあったりとか、僕らのホテルの最寄りが新札幌だったんですよ、はい、でも俺がミスって札幌駅に返すにしちゃったんで車を、だから新札幌を通り過ぎてあの札幌に、はい、っていう感じになったんですよね、はいはい、ちょっとそこミスったなと思って、でも先にあの新札幌行ってホテルに荷物を置いて、うん、その後もうエスコンに行く3日目実は行ったんですよね、はいはい、でエスコンに行くからじゃあもうそのまま電車で行けるようにじゃあもう荷物全部置いてもうエスコンの格好をして車乗り込んでで新札幌のそのホテルから札幌駅までちょっと離れるんですよね、はい、エスコンからそう、ね、離れるけど札幌から電車で特急に乗って北広島まで行きました。泊まるようになったのか。あるんですよ今特急が。はい、でもね北広島から遠いっすよ。15分歩きや遠いと。でも JR で今駅作ってるんですよ。作ってるらしい、うん、うん。けど我々はあの4人で我々は安いでっつってタクシー乗ろうと思ったの。ちっちゃいやつのタクシーってさ絶対一人前じゃん。うん、絶対俺じゃん、うん、俺大体そのちっちゃいタクシーの前って絶対頭ぶつかるのよ。ぶつかるのよ、はい、嫌だなって思ってたらちょうど順番的にアルファード来ました。アルファード来た、アルファード来た、やったーっつって後ろ2人と前2あの真ん中2人リッチにこう、まあ、観光地あるあるだよねアルファード来てくれるのは。そのだって前もその後ろもちっちゃい普通のプリウス系のああいうちっちゃいセダン系だったのに、はい、俺らの時だけアルファ値段買わないで大丈夫ですよ、どこまでですか、エスコンまでお願いしますっつってエスコンまでお願いしますってエスコンまで、まあ、車で行ったらすぐですもんね。すぐでも坂があった坂があった坂があって、まあ行きまして、まあ、非常に楽しい初エスコン感動したんですけど、まあ食事とかもやっぱ美味しいし、そう、ね、全部なんだろう、まあもちろんなんか定番のお店もあったけど、うん、北海道らしいなっていうあのお店も、まあ、海鮮とかさ、はい、こういくらわーってやるやつもあったし、北海道のラーメンとか、はい、まあ、なんといってもあのダルビッシュさんと大谷さんのあのね壁のやつ、はい、あれもねちょっと探したんですよ。基本の野球見たい男だから俺ずーっと見てた。
で見る場所ももうバックネット裏の3階席のど真ん中だったんで、うん、もう真後ろにもうキャッチャーがいるみたいな感じ。プレイボールっつって、あ、第1球投げましたって、で、あの裏で一番センター水谷選手、ベアーズの上田くんが、あ、同級生だなんだって言って、はい、あれ、あの水谷くんじゃんって言って、はい、まさかの1球目でホームラン打っちゃって、レフトスタンドに1球目、え、マジかで、その一巡した後のこの2番バッター万波中正、はい、また打っちゃうし、すごいなマジで、1、2番でホームランポンポンって、で2点取っちゃうし、うんうん、で初めて見たんですけど、あの金村翔真選手っていうピッチャーがいるんですよね、はい、日ハムに、はい、そのピッチャーがもう完投、ほぼ完投、9回2アウトまで1人で投げ抜いて、うん、最後ちょっとこうなんか崩れちゃって、途中あの最後田中正義投手出てきたんですよ。あれの時、一球で終わった時、ああそっちか、どれの時、いや、あのブルペンからほら、みんなで肩組んで、あ、そう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 、あの時、あれはね、あの本当金村選手を多分経験させたいっていう新庄さんの気持ちっていうんですか、うん、もうそれでも俺もあの上から見えたからさ、新庄さんがどうしてるか、うん、まあ、昔インスタにのライブ配信に来てくれたことあるから、うん、新庄さん、あの新庄さんがいると思いながら感動してたんですけど、まあ最後までこれ投げさす感じやなと思って、でほらライトの方にさブルペンあるじゃないですか、はい、投げてないな、多分行くなと思って、で若干こう9回の最後崩れたんですよね、うん、やっぱ大変ですよ9回投げ切るって、まあそうね、うん、まあ、昔の選手らはね完投がなんか当たり前みたいな感じじゃないですか、桑田さんとかそうじゃないですか、はい、けどやっぱ今の時代で言うとやっぱ系統がやっぱ多いと思うんですけど、まあ、最後まで投げるんだなと思ったら最後だちょっとこう逆転されそうな雰囲気になったから、うん、満塁だったんだっけ、そう満塁がなんかあった、でそこめっちゃ面白くて、それでなんかもう変わりましょうって言って、はい、田中正義、はい、あのクリーピーナッツ流しながら来たっつって、でさ結構長かったんだよ投球練習、うん、結構投げ何球投げてんだろうなで、あー初めて見たな、あのソフトバンクからね移籍して、そうですね、近藤選手のあれか、人的保障で行ってね、ソフトバンクであんま投げてたイメージないんだけど、もう数試合しか投げてないと思う、うん、でも今ね、ソフトバンクめちゃめちゃ投げてるし、まあクローザーっていうんですか、うん、なんかそういう感じで投げてるじゃないですか、投球練習もなんかすごい勢いあるし、うん、すげえなっていっぱい投げてるし、お、多分これいい感じいけるでと思ったら、まさかの1球でサードゴロでアウトで、あれ1球で終わっちゃったみたいな、はいはい、みんなもうズコーンだったね、もっと見たかったのになんか1球で終わらせちゃうから、ピッチャーとしては最高だけどね、まあまあそうだね、あれか右の外国人選手、そう右の人、ちょっとこうボール球をわざとこう引っかけちゃって、早めにこう振っちゃってタイミング外したかなんかで、サードゴロで普通にあれ1球で、あれまさかあー終わっちゃったみたいな、で田中正義あの投手も、俺ももう肉眼で見たんですけど、うん、めっちゃ笑ってんの、いや俺も笑うよみたいな、やっぱ1球で終わったのもやっぱ笑っちゃうよねと思いながら、あわーって笑ってるっつってと思ったら、なんかわーって聞こえるから、うん、やってみたら外野から腕組んでなんかこうやって、はいね、ピッチャー陣が帰ってきてから、あの宮西投手が発案で、あ、そうなんかあれがなんか定番になったんだっけ、あれからたま、あの、全部、ね、じゃないけど、この前だってあの山本投手が宙浮いてたっていうあ、そう浮いてたあの試合見に行ったんだよ、羨ましいな、そうなんですよ、見に行ったんですよ、あれからっすからね、ベンチから出てくるんだって、そういや、それ初めて見て、うわ、すごいなんか面白いっていうか、うん、やっぱ昔と今のやっぱプロ野球のなんか雰囲気っていうんですか、うん、ちょっとなんだろう、絡みやすいというかポップというか縛りが緩和されたのかなって、まあ、あとは新庄監督の功績でしょ、まあそうだね、まあそれもあるし、まあ、それはなんかそれを見てやっぱ日ハムの良さっていうのが伝わったし、うん、いや北海道いいなと思ったわけですよ、エスコンフィールドっていう点で言うとガラスになってるじゃないですか、うん、だから外の月夜じゃないですけど、うん、月の光っていうか月もうまくいったら出てくるの覗けるんじゃないですか、あ、そうだね、もちろんその上が開閉するのもなんか天気によってするかしないかで、うん、多分何とも開けてるのあれ開けてる決めるみたいで、うん、まああのペイペイほど金はかからないだけでのかな、そうっすね、全然かかんないんじゃない、なんかこうもともとこうガシャンってなってます、はい、それをただこうするだけだし、横にスライドするだけだ、そう、スライドするだけ、ホームページ見ると、うん、なんかその屋根
開閉確率みたいな感じになってて、開けるか開けないかの多分そういうの多分天気かなんかによって決めるみたいで、何パー 60% 開ける率 40% とか 60% とか、だからその日によって多分開くか開かないって多分変わってんだろうけど、うーん、そういうのも面白いなと思って、ね、気候もすごい良かったし、うん、モニターが横長の大きいし、そうですね、チェンジしたら次のイニングに入るまでの間やっぱ待ちごなダンス、うん、ダンスとかいろいろさ、みんなが知ってるね、キツネジャンダンスとかさ、YMCA とか、でダンスとか結構あったし、ウェブカメラ、自分のカメラで QR をピッてして、うん、なんか自分の、その映像をこうやってできるんだよ。それを多分読み取ったら、読み取って当たったらっていうんですかね、したら横、あのでっかいモニターにそれぞれ映るの。へー、そんなのあるんだ。そう、多分選んでくれるっぽいね。そういうのがあるらしい。それに当たって俺らはモニターに出てた。へー、これ来て、これ来て、これ来てこれ来て、そうだ、そういうなんかお客さんもそうやって入れる、はいはい、もちろん何もしなくてもカメラマンがこう映してくれて、うん、わーってやるのもあったけど、自分らでこうやってウェブカメラ、自分のカメラでこうやって QR ピッてして映してたらモニターに映してくれるっていう制度もあったから、まあ、参加型っていうやつなんかな。そう、すごい面白かったし、めちゃめちゃなんかこう楽しかったなって思いましたね、そこのエスコンの日は、はい、まあ、野球人としては特に楽しいのかな。そうですね、まあ、その後の、まあ、帰って札幌、こっからもう札幌の観光っすよ。